おしずきめんです。皆さん、素敵なゲームに出会えるチャンスです。先日生放送にて情報公開された崩壊スターレイル、本当に良い印象しか残りませんでした。この作品がどんなゲームなのか、どういったところに期待できるのか、ゲーマー目線でお届けします。全く注目していなかった人も注目している人も見るべき動画になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは気になるスマホオンラインゲームの情報を発信していきますので、動画がいいなと思った方は高評価ボタン、そしてチャンネル登録していただけると嬉しいです。今回は崩壊スターレールについて6つの点に分けて紹介します。ゲーム概要、ストーリー、人物、マップ探索、バトルシステム、コンテンツ、リリース記念イベント、まとめです。崩壊スターレイルは原神を手掛けたホヨバースが開発したタイトル。対応ジャンルは PC、iOS、Android、PlayStation。リリースは4月26日。事前ダウンロードは4月23日となります。ジャンルはスペースファンタジー RPG。 仲間たちと探索して世界の謎を解き明かすという目的を持って銀河を開拓する冒険に行くというストーリーです。実際のゲーム運びですが、マップ探索をしてシンボルエンカウントで敵と戦闘に入り、ターン戦バトルを繰り広げるとなるようです。類似のゲームでいうと7つの滞在グランドクロスあたりになると思います。戦略的な要素を楽しみたい人に特に刺さるゲーム性になっております。また攻撃やスキルの演出が一体一体のキャラクターにこだわりを持って作っているのを映像からとても感じたので、臨場感あるバトルを楽しむこともできます。さらに世界観やキャラクターはホヨバースというのもあって、僕が言うまでもないんですが徹底的に作り込まれていると。またホヨバース開発のアクションゲーム崩壊サードからのキャラクターも登場しており、ホヨバファンにとっては嬉しい要素だと思います。ストーリー、世界観、キャラクターを知れば知るほど楽しめる作品になっていると言えます、とはいえ崩壊サードをやっていなくても全然全く関係なくめちゃめちゃ楽しめると。また俺あんまストーリー興味ないんだよねという人もホヨバ制作のゲームということでやる価値あると感じたので詳しく紹介していきます。はじめにご了承いただきたいんですが、ホーカースターレールの設定全部紹介すると小説できるぞってくらい深すぎるので、今回はピックアップしてご紹介させていただきます。より詳しく知りたいという方は概要欄にリンク貼ってありますので、そちらからお願いします。というわけでストーリーです。宇宙の最悪な源となる物質、性格、その一つは博物館式の宇宙船宇宙ステーションヘルタに置かれていた。ある時壊滅の象徴である反物質レギオンがヘルタに侵入。この混乱に乗じて謎の組織性格ハンターのカフカと銀狼は性格を盗み出す。とある目的のために、性格を体内に埋め込まれた主人公は自身の運命に戸惑いながらも銀河の星の間を行き来することができる星球列車に乗り、仲間たちと壮大な旅に出る。一行待ち受ける宇宙の謎とはというねストーリーですいやもうめちゃめちゃね、めちゃめちゃ壮大なのよ。まあ舞台が SF っていうのもあって、もう知らん単語もすんごい出てくるんで、もう覚悟してください。はい、ただちょっと省略していきます。続いて人物紹介です。まずは主人公となる開拓者、これね、天地を滅ぼすヤバすぎる力を持つ性格を体内に埋め込まれ、性格の脅威を振り払うために星球列車に乗るというね、広大な宇宙の旅に出るという主人公です。はい、これめちゃめちゃ運命に振り回されるタイプねはい、で男女選ぶことができて、 CV は榎木淳也さんと石川由依さんとなってます。あの虎杖悠仁とねミカサですからね、めちゃくちゃフィジカル強そうな主人公になってます。続いて冒険の早い段階で出会う仲間について、黒髪イケメンの炭鉱です。自身の過去をひた隠しにしている謎めいたバックボーンを持つキャラクターです。こういうキャラ好きな人いますよね。そして次、お茶目な少女美月なのか。漂流する好評の中から目覚め、自分についての記憶を失っていることに気づいた少女は思い悩んだ後、生まれ変わった日を自分の名前にすることに決めたというね、この日美月なのかは誕生したっていう、これめちゃくちゃおしゃれな設定です。もう設定おしゃ、さすがです。ホヨバース放送の方ではね、いろんなキャラクターが紹介されていたので、気になる方はぜひそちらを見てください。探索やバトルについて紹介します。まずはマップ探索についてです。開拓者としてさまざまなマップを探索し、正解の謎を解き明かすことができるようです。宇宙船の中を歩いたり、雪原を探索したり、豪華な街並みを楽しんだり、ムチバタのゴミ箱を漁ったりと、質の高いグラフィックで没入感ある体験ができます。世界はねかなり広めらしいです。ということは、ゼルダのブレスオブザワイルドのような探索の楽しさを期待してもいいのかなっていう気がしております。
また、敵が出現するマップではシンボルエンカウントで戦闘に入ります。こちらはエンカウントシーンの動画ですが、シンボルに接触することで戦闘に突入します。そして攻撃を使ってエンカウントすることで有利な状態からバトルに入ることができます。これらの効果はキャラクターによって様々変化しますので、バトルに入る前から戦略を考えて楽しむことができます。続いてバトルについてです。通常攻撃とキャラクターごとのスキルを駆使して敵を撃破しようというもので、画面右下にある今2とか1とか減ってる数字、こちらがスキルポイントを使って活動しているというものになります。こちらのスキルポイントは通常攻撃で回復できますが、スキルの中には HP を消費して大ダメージを与えるというようなスキルもあります。まあ、リソースを管理しながら戦略を立てていくという楽しさがありそうです。そしてスキルを使ったり攻撃を受けたりすると EP が溜まり、満タンになると必殺技が使用できます。これのね、演出めちゃめちゃクオリティ高いです。もうすんごい楽しそう。そして各キャラクターには属性が存在します。属性の弱点を攻撃することでバトルを有利に進めることができます。弱点を攻撃して敵の人生をゼロにすることで様々な効果が発揮するというシステムです。属性は物理、虚数、量子、雷、氷、風、炎の7つ。人生をゼロにした時の効果は属性によって変わり、炎なら燃焼効果、氷属性であれば凍結効果など直感的なねものが用意されてるみたいです。また各キャラクターは異なる運命を背負っており、この運命の種類によって性能に違いが出てきます。例えば知恵を持っているケイゲンであれば全体攻撃で戦局を一気に変えることができる。また調和を持っているブローニャであれば味方にバフをかけたりパーティーを強化することができるというものらしいです。属性と運命の組み合わせ、キャラクターのスキル内容などでパーティー編成を考えてやっていく感じになるんだろうなーってね、考えるだけでめちゃくちゃ楽しそうなんですよね。まあ、戦略性のあるゲームを期待できるんじゃないかなと思います。メインストーリー以外の常設コンテンツ2つが紹介されました。まずは忘却の庭についてです。記憶ステージと混沌の記憶ステージ、まあ、イージーハードみたいな感じかな、この2種類が用意されており、探索の進捗に応じて徐々にアンロックされ、定期的にステージ内容と報酬が更新されます。いわゆるやり込みコンテンツらしいです。手に入れた仲間とバサバサ敵を倒してクリアしていくというものらしく、ラウンドをクリアすると報酬がもらえる、特定の条件を満たすことで追加報酬ももらえるというものらしいです。続いて模擬宇宙ですが、こちらはローグライク風なコンテンツです。手持ちのキャラクターを編成して挑戦し、敵を撃破するかイベント発生でバフや特殊アイテムを手に入れる。この画面ね、なんか見たことある人は見たことあるかも。これらを使って自分を強化しながら深部を目指し、階層クリアでもらえるポイントで各種アイテムと交換が可能というものです。僕が過去やったゲームで言うと、まあ FK アリーナとかグランサガでこういうコンテンツあったかなって気がしますね。自分が欲しいバフアイテムとかが出るまでちょっとやり直してギリギリのクリアを目指すっていうね、そういうのが楽しいコンテンツなんじゃないかなって気がするけど、まあバランス調整次第なんですよねこれは。まあでもホイバなんで期待ですね。リリース記念イベント大盤振る舞いです。マジでめちゃくちゃ配ってくれました。まず合計7日間ログインでガチャ付けが10回分プレゼント、さらに事前登録キャンペーンが達成されていますので、これらのアイテムが全てプレゼントされると。まあ、ここまででねガチャ付け合計で30枚もろてます。さらにプレイヤーレベルが一定に達するとガチャ付け40枚に10連分の石もプレゼントってことで合計50連。はい、今までのガチャ付け合わせると全部で80連です。80連プレゼントです。これはめちゃくちゃありがたい。まあ、この前やった丸々伝説のガチャも600連プレゼント、かっこキャラガチャとは言ってないみたいなやつじゃないですかね。しっかりキャラガチャです、ありがとうと。そしてさらにこんなイベントもあります。ボルダータウンスーパーリーグ、これ闘技場みたいな感じになってるんですが PVP ではないらしいですね。なんかファイアエムブレとかであった闘技場みたいな感じかなって僕は思ってるんですけど、詳細はまだ出ていません。ただやったら報酬をもらえるみたいです。ということで要点のみ紹介してきましたが、僕の印象めちゃくちゃ期待してます。僕自身ホエバの崩壊サードや原神といったゲームに触れてはいるものの沼にはハマってこなかったんですよね。まあ、なぜ今回期待しているのかっていう話なんですが、タイミングっていうのもあるけど、やっぱりホエバのゲーム愛
作品愛ってのが生放送で溢れてたからですね。先日の生放送、同時視聴が1万5000人くらいで、初めから終わりまでトラブルというトラブルもなく、コメントもずっと盛り上がりっぱなしで、番組構成も演出も、まあ、出されるゲームの情報も映像も全てすごいっていう、本当に火の打ちどころがなかったですね。それだけ、まあ、ゲームが開発に愛されているし、大岩ファンにも期待されているっていうのが分かりました。まあ現状ゲームがリリースしているわけでもないので、実際のゲームバランスがどうなのかとか、課金がどうなのか、無課金でも楽しめるのかとか、そういったところが分かるわけではないんですけども、期待できるゲームであるのは間違いないと。ということで僕自身は触れてみようと思っております。まあ、世界観、キャラクター、ストーリーなど、まあ、ハマれる要素たくさん紹介されてたので、この動画を見て気になった方はぜひ生放送からちょっと詳細を追ってみてください。ということで今回は崩壊スターレール概要をまとめでした。このチャンネルでは気になるスマホオンラインゲームの情報を発信していきますので、動画がいいなと思った方は高評価ボタン、そしてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。またね。